ブラックベリープレイブックはブラックベリーサービス及びスマートフォンブラックベリーを提供するカナダリサーチンモーションによって開発されたブラックベリータブレット型端末である。ブラックベリーシリーズとしては初のタブレット型の端末となる。またこのタブレット型の端末のために通常のブラックベリー OS とは別に開発されたブラックベリータブレット OS が採用されている。 Wi-Fi 版の本端末だけでは、通常のブラックベリーのブラックベリーエンタープライズサービスやブラックベリーインターネットサービスの特徴である、プッシュ型電子メールやインスタントメッセンジャー、カレンダー、およびアドレス帳との同期といった機能は利用できない。これらをサービスを利用するためには、通常のブラックベリー端末と Bluetooth などを使って同期する必要がある。ただし、 ブラックベリー端末がなくても通常のタブレット PC のようにブラウジングやアプリケーション、電子書籍、動画の再生などは行うことはできる。タブレットの特性を生かすためマルチタッチのタッチパネルを搭載し加速度センサーなどと組み合わせ直感的な操作を楽しめる。ブラウザではブラックベリー o s 点零と同様に WebKit ベースで HTML5、Java、OPANGL や フラッシュプレイヤー10.1も動作するためパソコンのブラウザとほぼ同等の動きのあるサイトや YouTube といった動画サイトがブラウザ上でも閲覧ができたりフラッシュゲームなども楽しむことができるアプリケーションにおいては通常のブラックベリーアップワールドのアプリケーションだけでなく Google との提携により Android マーケットのアプリケーションも動作する従前のと同様に Twitter や Facebook といったソーシャルネットワークサービスとの連携も充実している。現在は Wi-Fi モデルのみの発売となっているが、3G 版、4G 版も検討を行っていると RIM 社では発表している。カメラは背面に500万画素、内側に300万画素のカメラを搭載しており、HD 動画の撮影も可能となっている。通話機能はないものの、内側カメラを使った。 ビデオチャット機能はプリインストールされている。端末には HDMI 端子が付いており、TV などと接続して動画などを楽しむことができる。e メール、カレンダー、アドレスブック、タスクリスト、ドキュメンツ通合、BBM Using Blackberry Bridge、Hat Sea Houser Blackberry Playbook Stacks App、Blackberry Playbook、英語版、Research in Motion。 ありがとうございます。